フルチカゾンホルモテロールは、ステロイド系抗炎症薬である、フルチカゾンプロピオン酸ウエステルと、長時間作用型アドレナリンベータに作動薬である、ホルモテロールの合剤である。気管支喘息の長期管理に用いられる。吸入デバイスには、加圧式定量噴霧式吸入器を採用している。商品名フルティフォーム。気管支喘息下記の患者には近忌である。 日本国内の知見では21.4%が発生した。主な副作用は、左性血中クレアチンホスホキナーゼ増加、動機、全速、口内炎、陰頭炎であった。重大な副作用として添付文書に記載されているものは、ショック、アナフィラキシー、重篤な血清カリウムチテ化、肺炎である。フルティフォームの知見では、フルチカゾン、または、 ホルモテロール短剤に比較して、朝の吸入前1秒量の変化、吸入2時間後の1秒量の変化、効果不十分による、投与中止の3点からなる、使用評価項目を改善した。フルツカゾンホルモテロールはブデソニドホルモテロールに、対して効果は、非劣性であった。またサルメテロールフルツカゾンと効果を比較した、臨床試験では、探索的評価項目である。 効果発現までの期間で高度な優位差がついた。投与開始当日の吸入の5分後に効果が見られた患者は、不保群で39%、サフ群で14%、吸入2時間後では、不保群で77%、サフ群で64%であった。ブデソニドホルモテロールのシムビコート、サルメテロールフルチカゾンのアドエアは、気管支喘息と COPD の適用があるが、 フルティフォームの適用は、期間四全息のみとなっている。ありがとうございます。